やりますか。はい、水糸用の栗。適当に買ってくるね。あ、クラメに一旦買ってくる。大田さん、犬好きって言おったやないですか。丸が好き。丸が好き。丸一番が分かる。丸、昨日さ、もう一人、最近もうわがままになって一人で寝きらんけんさ、もう俺の部屋ガッシャガチャして、開けたら普通にこうベッド行こう寝とるやん、ここに顔が来るようにこうやって寝よ。人間のように布団かぶって、はい、マジでわがままだ。夜中2時ぐらいにワンワンって揺れろって言うで、ちょっと遊ばせたりして、もう一回寝るとまたワンって言うけど、もう揺れるしかないじゃん。そしたらベッドにバーって入ってきて、コロンってなって、ここにおる。お父さん、みーちゃんは？みーちゃん可愛いかやん。可愛い。マリモは？みーちゃんは？なぜかコウタさんだけね、やられようもんで、シャーッ。なんかコウタかまるみちゃん、みーちゃんに。まだこの間もあっただやろ、もう慣れたと思ったら何日と前もシャーッって言って飛びついてきた、コウタに。なんででしょうね、やっぱ縄張り好きだね。縄張り、なんか猫と同じ匂い出してるんですか。電気真っ暗なんだけどな。6張りますか。はい、これは目分量でまっすぐしようかなって感じ、こうか。はい、あ、そういうこと。やばか。失敗したかもしれん。お。もう終わった。俺やるよ。こんな感じで水糸。始めます。はい、多分時間かかります。ちょっと塗装半分見に行こうかな。はい。さあ、いつもの塗装おじさん。もうだいぶ、だいぶ曲がっとっすね、そして。だいぶ曲がっとっ、だいぶ曲がっとって言うたら、してもらった。でも、立てかけとくけん、そこはなってるでしょうね。うん。はい。今回は少しだけ薄い色を選んでみました。今回の色は何やったかな。ウォルナット。焦げ茶。焦げ茶。なし、カッコつけてウォルナットって書くですよね。焦げ茶って。なんか木の種類だろ。ウォルナットでしょ。うん。だからね、チリとか。うん。マホガニっていう色のあってさ、うん、前塗装屋さんした時にさ、うん、元請けさんがさ、うん、マカボニーか。マカボニー、マカボニー言うてさ、何やろうかって、多分マホガニーやろうかってなって、あ、マホガニーですかって言ったら、いや、マカボニーの、マカボニーは頼んぞもんね。マホガニーって聞いても、どういう色やろって思うもんね。ね、もうなんか、今度マカボニーって言いそうやもん。なんか聞きすぎて。さあ、徳ちゃんもじゃあ色を、はい、お願いします。はい、4面。こういう時にね、稲葉さんの音。こういう時におらんもんね。さあ、整地も残り何分の何ぐらいかな、これ。4分の3ぐらい終わったね。うん、残りもう少し。はい、ありがとう。頑張ってください。
さあ残り1本。お、復活したんですね。お、セメント買い出しさんも戻ってきた。はい、大量やね。セメント4袋だけでね。砂利とバラスがね、多くなるもんで。大丈夫。一番大変な。大変というか、一番時間がかかりそうな。終わったな。やかましか。穴掘り部隊集合。我こそは穴掘り部隊。穴掘り4つあるよね。あ、京平くんも一旦集合してください。京平さんが何か知らんけど首はこうかしげる。俺かな分からんな。まず深さ60センチで掘ります。で、最終的にはこの円ぐらいの大きさには掘るんですが、最後にちょっと位置調整したいので、まずはこのちっちゃい穴で60センチ掘りましょうと。この線に引くぐらいに90画をこう出し合わせます。向こうの場合も出し合わせますね。で、2メーターついたらここみたいに最後キュッて1メーターに詰まるんで、キュッてなったところをどこに合わせるか。ただキュッてなるのがいいのか、どっちがいいと思う。こっちが狭くて、あっち狭くて、あっち狭くて、手前の下よさそうです。だけじゃあこう測っていくときに、今度こっちから2メーターずつ、あれもあっちから2メーターずつ測っていくので、だけ強迫の位置違うかもしれない。あっちから2メーター測ったんですね。ああ、なるほど。そしたらあそこが手前のが2個続いてしまうということか。まあそこだけそうしようか。せっかく掘ったけ、あっちはあっちから、ここはこっちから、って感じでやりましょうかね。はい、了解。はい、お願いします。もう邪魔かったら、切りつけたらこう、全部切りつけてからさ、一回外す。ね。やめや。いつも思うけど、宗男さん、どっからあの地震が出てくるんですか。どっから根拠はない。根拠はない。根拠はない。あの、昔から。うん。いつも大丈夫やって言うんですよね。で、ちっちゃい頃から、うん、うちの母ちゃんに言われた、うん、あんたのその根拠のない自信は何年か。マジで言われた。もうどうにかなる精神ですよ。困った時に考えればいいんですね。そうそうそう。困った時にもう。でも皆さん若い頃はさ、大丈夫や、なんとかなるよって言って、あの周りにフォローしてもらうよって。いや今もそう。大体あの大丈夫、なんとかなるって言ったら、最終的に自分でなんとかしてできる人間だから、できるとは言わんよ。昔ね。いや、俺のモットーは人。他力本願。大体誰かにフォローされよって。そうそうそう。人に恵まれてる。自分で言うのもおかしいですけど、なんか恵まれまして、一回宗男さん死にかけたっていう話も聞いたことあるんですよ。確かに死ぬ3回ぐらい。なんとか生きておりますこうやったらやりやすか、こうだ、ね、こう二人が阻害してくる気多いかなって何もせんでよかったですね。なんとかなったね。やったな。やったやった。お、高橋ももうちょいで、ね、すごいね、終わりっぽいな。さあ高橋ラストかね。でパンパン。京平さんの穴が埋まっていける。はい、終わりー。 OK。 お、トイレになった、うん、すごいすごい。あとはまたああやって鳴らして。ナイス、かなり平らになった。あ、山口さんも。お、違う。はい、ケンシロウ。ケンシロウにそれば引っ張ってもらう。いや、ここに置いてここら辺遊べるようにして、うんうん、ちょうどなんか鎖のつけれる。ケンシロウがあそこでこれ見て何しよっと。ケンシロウ、ケンシロウ次ここ、よかけ。オッケー、ケンシロウ連れてくる。これ引っこ抜けるとやろ。引っこ抜ける可能性。ケンシロウパワーで。
なんやあの顔。お前本当にレトリバーか。お？お前マジでそういうレトリ。よし。お前ちょっと待って。もう痛い痛い痛い。やめてやめて痛い痛い痛い。まだ待って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 。楽しい楽しい。うわ楽しい楽しい。あとケツの匂いかかった。ケンシロウ楽しい。よし楽しい楽しい。ケンシロウこっちこっちこっち。バラ痛い。バラ痛い。マジ新井さんがこの格好で散歩する理由だわ。ケンシロウここ。よし。ああ。バカこい。よし。ここね、ケンシロウ待て。よし。ケンシロウ、お前の家だここが。なした。なした。ケンシロウ、頑張ろう。うわあ！びっくりした。うわあ！おー怖い。うわぁマジやもん。マジよ。うわぁあんまり遊びたい。遊びモードや。あ、チンチンの。チンチンの。あ、いた。離れとったから、一回落ち着こう。チンチンの。あ、引っ込んだ。あ、うん、ありがとう。お金この一回も塗ってもらってから席に来てくれよ。お、コーヒー今飲もうでしょ。結構危ないかも。ドクちゃんがじわーっと近づいてくると。よしよし。そして面にするから大丈夫。でこれを50センチ埋めて、50センチ埋めて1メーター出す。その分出す。はい。じゃあこっちはじゃあ塗りながら切りながらで。塗りながら切りながら下やってきまーす。はーい。こっちにくるにつれてどんどん硬くなっていきよった。硬か。もう昼っすね。ご飯の時間大丈夫？ご飯の準備しようか。直樹さん、キムと一緒にご飯の準備はしてくれません？汗が垂れてきたぞ。ほんとほんと。せやろ。ほんとほんと。もうメガネにボタボタ落ちて。また嘘ついた。また。常習犯みたいな言い方。また。また嘘ついた。胸を嘘つかない。いや嘘。ケンシロウ何しよう。ケンシロウ。お前自分の名前は分かっとくだね。よしもう60行ったじゃないかこれ。早っ。嘘？嘘だ。嘘かな。30センチぐらい。ほら。ほら。見てこれ60。下で分かんなかった。うん、ナイス。ポイントだけ重かったのが安いね。あると思う。多分高炭とか軽か軽か。カビ取るやつやろ。20キロぐらい置くの。20キロの中。また嘘ついた。またか。高炭とは嘘。そういうこと短くていい。どう？いや、それでもないですか。ああ、もう一回かもしれない。本当に見つかったかも。穴掘り？お、すごい水が出てきてるね。え？本当だ。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら。料理のチャンネルはこちら。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。